高安明は、茨城県土浦市出身で、タゴの浦部屋所属の現役大相撲力士。身長187センチメートル、体重172キログラム、血液型は A 型。特異種は突っ張り、押し、左四つ、より。仙台師匠13代ナルトと同じく上、手びねりも、得意とする。最高位は、東大関。 靴のサイズは2018年2月時点で35センチメートル。好物は煮魚。入門前は野菜嫌いであったが現在では好き嫌いがないという。趣味は音楽鑑賞。メディアによって高安明の表記も見られる。ツイッターとフェイスブックを利用している。2020年7月演歌歌手の森好みと結婚。父が日本人、母が フィリピン人という家庭に、高安は生まれる。土浦第一中学校では、野球部に所属し中堅主として活躍していた。AKB48 の元メンバーで、タレント、女優の秋元さやかは幼馴染みである。ビジュアル系、バンドムックのドラマー佐藤地はいとこにあたる。横野玲子の取材によれば、地難で甘えんぼであった高安は母親にさえ怒られたことがなかったといい。 入門後も息子を心配した母が高安の大好物のビーフシチューなどを部屋まで届けたことも幾度となくあったそうである。父は集中力がなく楽しいことだけやりたいという子供だったと高安の幼少期を振り返る。2018年時点でも母は東京場所になるとフィリピン料理を部屋の力士の分まで差し入れしてくれると言い,い、そのメニューはカルデレータ。 パンシットビーホン、死に顔など様々である。子供の頃は野球少年で小学校4年生からリトルリーグに所属していた高安。当時、巨人で活躍していたドミンゴ・マルティネスに似ていたことからあだ名はマルちゃんだった。中学時代は足に合う靴がないのでサンダルを履いて学校生活を行いサンダルバッきでも足は速かったと母は証言している。 1> 中1から塾にも通ったが成績が落ち始めて、中2で少人数制の塾へ見学に行った。そこで講師から、本人のやる気があれば挽回もできるけど、今からじゃ遅いと断られると、父は、楽しくやってろ。塾にも行かなくていいと息子に伝え、職人への進路も考えた。高校進学は難しくなったが、自由のみとなった高安は、野球とカードゲームに没頭。 午後7時には帰宅して両親が経営するエスニック料理店を手伝った。横綱の部屋に預ければ運が良ければ、関取になれるかもと考えた父は、見るだけと言って、高安を車に乗せると、アポなしでナルト部屋へ向かった。高安はその時、絶対に嫌だ。と見学を拒絶していた。中卒後の進路は迷っており、一節には、昼間働いて、夜間の学校に行って、 野球をやりたいと思っていたというが、身一つで稼ぐ方が性に合うと結論を出し、父の勧めもあり中学卒業と同時にナルト部屋に入門し、2005年3月場所において初土俵を踏んだ。もともと相撲に対した関心はなかったが、中学卒業を前に興味本位で訪れたナルト部屋で、 当時の師匠に大きな手や足を触られて褒められると、すぐにその気になったと当時を説明する報道もある。入門時ですでに 180cm120kg、足の大きさ 33cm という、恵まれた体格、ナルトからゴムマリのようだと評された体質から将来を、職望されていて、その期待に違わずに順調に番付を上げていった。しかし、ナルト部屋は、 昼過ぎまで稽古が行われるなど厳しい環境であり、入門前の陽気さは消えていった。ナルト部屋の厳しさに耐えられずに都合などにわたって、脱走したことがあり、部屋があった松戸から土浦まで6時間自転車をこいで、実家に逃げ帰っていた。部屋に連れて帰る前に、両親は必ず焼肉の食べ放題に連れて行ったが、その度トイレに行ってくるふりをして逃げた。特に4度目の脱走では、 赤信号で停車した隙に乗っていた車から飛び出したという。脱走に関する本人の記憶は2017年5月場所前の時点では曖昧であり、本人は大したことではなかったと思うけど、15歳で慣れない環境だったから、いい思い出ですと語っている。ある時両親は高安がこれ以上脱走しないようになるとに対して部屋の力士らに可愛がりを控えるように、 土下座して懇願したが、高安は、俺は親になんてことをさせているんだと、自らの弱さを実感した。脱走を繰り返していた頃は、稀勢の里にも相手にされず、なかなか稀勢の里に指導してもらう機会がなかった。脱走の常習犯であったため、若の里は、入ってきた時から別格でしたねと語る稀勢の里の、対局として見ていてろくに期待してはいなかったが、 木瀬の里が横綱昇進場所で優勝を果たした直後の雑誌の記事ではもともと体の芯はしっかりしているので幕下ぐらいの時にもしかしたら関取になれるかもしれないと思いました。それが関取どころか三役に上がって大関を目指すところまで来ましたからねと若の里は高安が出世するにつれて見方を変えたことを話している。天気となったのは2006年に 父が腎臓癌を患い腎臓を1個摘出する大手術を受けて経営していた飲食店を手放したことであり、これを本人は大関昇進直後の時期に父親が望むことは相撲で体制すること。そういう状況で頑張れと言われてすごく身に染みた。うかうかしていられない。結果を出して喜んでもらいたいという気持ちが強かった。土俵に足がつくようになって、 番付も上がったと話している。横野玲子の記事では、ナルトが高安を怒ったことはないとされており、ある日の夜、呼び出されて、ナルトの部屋に行くと、ナルトは冷蔵庫からアイスを取り出し、食べさせてくれたという。高安は、あの時、厳しくされていたら、今の自分はなかったかもしれない。師匠はよく見てくれていましたと、今は亡き恩師に感謝している。 高安の才能を評価していたナルトは、ある時期自分の付け人に高安を指名して手取り足取り相撲のことを叩き込んだ。三段目の上位まで番付を上げた頃、初めて規制の里に胸を出してもらったが、その時の感覚を後に高安は何回ぶつかっても下がらない。全身の関節一つ一つがミシミシくるような重さを感じたと振り返る。こうした稽古を含め、 一日百100番を超える稽古で強くなっていった。食事は一食7品目から8品目で野菜が多く、栄養食により、高安の体は強くなっていった。2010年9月場所では、西幕下13枚目の位置で7000前勝の成績を挙げて、幕下優勝を果たし、内気によりよく、11月場所において、新十両へと昇進し、松の山と共に、 平成生まれでは初となる関取力士となった。重量昇進に際して苦労が無駄じゃなかった、やめたい時もあった。両親の応援が支えになったとコメントし、ナルトは三役、その上を狙えると期待した。重量に昇進した際も、一族が高安のしこ名で相撲を取ってくれたらありがたいと言っています。高安生をみんなに知ってもらいたいと、父が、 本名にこだわりを持っていることから、下の名前も含めて変えず、大関昇進後も、本名を一字も一音も変えずに取り続けている。新十両昇進を決めた直後の10月15日の秋巡業土浦場所では、白鵬に胸を出してもらった。この日の白鵬は、関取州では最も多い18番を取って17勝1敗で、あったが、1敗は高安につけられたものであった。 後に、高安は大関に昇進したので、白鵬には、先見の民があったということになる。新十両で迎えた翌、十一月場所では、十一勝四敗という好成績を上げ、東十両三枚目の位置まで大きく番付を上げた。翌2011年一月場所でも、九勝六敗と、勝ち越し、続く五月に両審査場所でも東十両筆頭の、 一で8勝7敗と勝ち越しを決めて、翌7月場所において新入幕を果たした。高安と同時に重量に昇進した平成生まれのマスの山を一歩リードしての新入幕に目指していた地位なので嬉しいと素直に喜んだ。重量を3場所で通過した要因を迷いがなく思い切った相撲が取れるようになったと説明。父の強い勧めもあってしばらくしこなは 本名の高安のままで行く。精神力を鍛えてまずは勝ち越しをしたいと抱負を語った。しかしデイリースポーツにおける高安の記事の扱いは同時に入幕した松子デラックス劇にの宝富士と負け越しで昇進という44年ぶり陳時の当事者となった後見性に押されて小さな扱いだった。新入幕となった2011年7月場所では8日目の 時点で7勝1敗と非常に好調で、後半戦では黒星が混んだものの最終的には9勝6敗と勝ち越した。幕内4場所目となる2012年1月場所では西前頭3枚目まで番付を上げ、8日目には横綱、白鵬と対戦し、平成生まれの力士としては初めて結びの一番を務めた。同年五月場所では自己最高位となる。 西前頭筆頭へと番付を上げたが、5勝10敗と大きく負け越した。翌、7月場所でも、初日から8連敗と振るわず、後半には盛り返したものの6勝9敗と負け越した。翌、9月場所では、初日からの8連勝で中日に勝ち越しを決め、勝ては関東省受賞が決定していた千秋楽の、増野山戦に敗れて3勝受賞はならなかったものの、 10勝5敗という好成績を上げた。2013年1月場所では6日目から9連勝して10日目に勝ち越しを決め12勝3敗の好成績を上げて自身初となる関東賞を受賞した。翌3月場所では3日目に横綱春間富士を破り自身初となる金星を獲得したものの結果的には5勝10敗と大きく負け越した。 続く2013年7月場所では、3日目に、横綱、春馬富士を植えたビネリで破り2個目の金星を獲得し、その後も5日目に閣竜、6日目に、こと欧州の2大関を破って9勝6敗と勝ち越し、初の四君賞を受賞した。翌、9月場所では小結びへ昇進し、平成生まれ初の三役力士となった。しかし、その場所では横綱、 大関陣からは白星を挙げられず、五勝十敗と大きく負け越した。翌、十一月場所は番付運に恵まれて、わずか二枚半加工の東前頭三枚目の地位に、ついたがここで三勝十二敗の大敗を起死してしまう。2013年末には、師匠の十四代なるとが、タゴの裏に名跡を変更したことに伴う部屋移転に追われる苦労を味わった。 タコの裏部屋の力士として迎えた2014年、1月場所直前の2014年1月2日には、木刀を振るという独特の調整法を実践している様子が伝えられていた。1月場所は終盤4連勝するおやげもあって9勝6敗の勝ち越しとなった。同年、5月場所を東前頭8枚目での6勝9敗で終えた。高安は、千秋楽の翌日に、 優勝争いに絡みたいと、よく、7月場所に向けての決意を固めるべく、母の故郷、フィリピンへ出かけ、マニラの議員会館で、マニー・パッキャオを訪ねたり、母の兄弟と会うなどして過ごした。ちなみに、高安がフィリピンを訪れるのは、これが初めてだったという。13代ナルトもパッキャオをボクサーとして、気に入っており、稽古場で試合の話をすることが多かったという。 西全島11枚目の地位で迎えたその7月場所は2012年9月場所以来となる中日勝ち越しを果たし3役以上との対戦が大関こと正義くただ一人に止まった有利もあって優勝争いに最後まで加わるも先週楽の取り組みを終えて11勝4敗となった時点で12勝3敗同士の優勝決定戦に望みをつなぐことは不可能となった 結局、優勝は13勝2敗の白鵬が勝ち取ったものの、2013年1月場所以来となる2桁勝利を収めた上に、関東賞を獲得する活躍を果たすことができた。東前頭3枚目の地位で迎えた11月場所は、白鵬に初めて勝利して唯一の黒星をつけたほか、春馬富士、豪栄道とに横綱一大関を破る活躍で10勝5敗の、 好成績を挙げ、二つの金星が評価されて二度目の主勲賞を受賞した。2015年春巡業のトーナメント戦では、優勝を果たして賞金100万円を手にし、これで弾みがついたのか、直後の5月場所では10勝5敗の勝ち越しを収めた。同年9月場所では、二日目に大関、豪栄道を撃破する星があったが、三日目の 一の乗船で左足を負傷し、左下体筋座症、左足関節人体損傷で約3週間の安静化業を要する見込みとの診断書を提出して4日目から途中休場。これが地震初の休場となった。休場明けとなる翌、十11月場所は場所前に稽古ができなかったと本人が語っていたが、9日目に勝ち越すなど好調であった。 しかし10日目以降は13日目以外白星を上げられず、終盤の失速により9勝6敗にとどまった。2016年7月場所は、最古結びで11勝4敗の好成績を上げ、自身初めて技能賞を受賞した。翌、9月場所は、新関分けに昇進。一時は優勝を争いするなど好調だったが、終盤3連敗してしまい10勝5敗で場所を終えた。 終盤の3連敗に対して、クソと言い残し、先週楽の取り組み後の支度部屋では、記者の質問に一切応じなかった。しかし翌11月場所は、大関取りの場所となり、昇進を預かる審判部の二所の関部長は、優勝争いに絡み、悪くても33勝だと12勝を大関昇進のノルマに設定した。10月14日の秋巡業と場所では、 テルノ富士と三番稽古をして十二連勝と好調を示した。しかし十一月場所は六日目までに三敗後がなくなったが、中日の四敗目でこの場所での大関取りに失敗。さらに十日目には六敗目を喫したことで大関取りを次の場所に持ち越すことが不可能になった。そして、中日から連敗が後になり、十二日目に負け越し、関分けからの陥落を確定させた。 それでも13日目から残りを全て勝って7勝8敗と、意地を見せた。12月9日の冬巡業天草場所では、千代の国、正代、佐藤、土地王山、竹風、明を相手に12番取り8勝4敗、体重が増えたせいか今一つ動きにキレがなく、佐藤の突き押しに動き負ける場面が見られると伝えられた。2017年1月場所は、再び、東小結びで、 白鵬、各竜の横綱二人と照ノ富士、豪栄道、琴将岐区の大関三人を倒す活躍を見せる。最終的には11勝、自身4度目の関東賞を受賞した。3月7日の田後の裏部屋の大阪場所の稽古場で30番連続で、相撲を取って、横綱、稀勢の里と9勝14敗、出稽古に来た幕内、吉風に6勝1敗と充実の稽古を行った。 3月場所は、関分け復帰。初日から同部屋の横綱、木瀬の里と共に10連勝。同じ部屋の力士による初日からの10連勝は、2004年、3月場所の高砂部屋の横綱、朝昇龍と当時平幕の朝関流以来13年ぶり。15日制定着後、同部屋の2関取りのみが10戦全勝で並ぶのは、史上初。 しかし11日目から3連敗。それでも、この場所は12勝3敗で、主君賞を獲得。4月21日、父親の出身地であり、自身も幼少期に数年間住んだことがある、茨城県水戸市での春巡業に参加。偶然にも、前夜に宿泊したホテルの目の前はかつて、両親がレストランを開いていた場所で、当時は記憶も定かでない幼稚園の前の時代だが、 懐かしい。思い出しますね。なんとなく覚えている。思い出すのは父親と散歩したことかなと懐かしいんだ。五月場所前の五月二日には初日から堂々とやって全勝を目指すと強気の発言。2017年5月28日、五月場所を11勝4敗で上三34勝を記録し、取り組み後12代。 二所の関審判部長が高安の大関昇進を議題とした緊急の臨時理事会を要請したと発表。大関昇進が確実となった。5月31日、高安は大関昇進伝達式で、大関の名に恥じぬよう、正々堂々精進しますと力強く、向上を述べた。昇進伝達式の直前に向上に関して、 高安は自分が思っていることをストレートに言いたい。これからの覚悟や気持ちを込めて伝えたいと思いますとコメントしており、昇進伝達式の後には工場に入れた、正々堂々について三役に定着する一年ほど、前から温めていた言葉であると明かし、一番好きな言葉。この言葉を胸にやってきて、こういう日を迎えられるようになったら、使おうと思っていたと説明した。 大関昇進伝達式が行われた際、高安は次の7月場所について、やはりここから上がるには優勝しかない。目指してやりますと取材に答え、木瀬の里との優勝決定戦のイメージを問われ、10秒近く考え込んで、できたら最高ですねと兄弟子声の覚悟を決め、力強く頷いた。6月5日に本格的な稽古を再開。本人によれば3日も、 稽古場で軽く汗を流したという。いつかは相撲を取らず、すり足をしたり、若手に胸を出したりした。当面は基本運動や体幹強化に努める方針で、激しい稽古をしても、壊れない体を作りたいと説明した。5月の夏場所千秋落で、大関、照ノ富士の小手投げに屈した際に右肘を痛めたが、もう治ったと、問題がないことを強調した。 6月26日に7月場所の番付発表がされ、番付上に大関として高安の名前が載った。初土俵から所要73場所での大関昇進は、この時点で史上9位のスロー記録。7月場所の目標としては、ここから上を目指すには優勝が必要になる。しっかりと15日間、堂々と相撲を取って優勝したいと語った。 7月場所は3日目の11日に相撲ジャーナリストの荒井太郎が場所前の稽古で調子の良かった大関、高安関が13勝で優勝すると予想していると述べており実際10日目に勝ち越しを決めるなどここまでは順調であったが11日目から14日目まで黒星続きと途端に崩れた。先週楽の合栄道戦では勝って連敗を読んで止めたが 9勝6敗とやや振るわなかった。なお、この場所の初日には、初顔の北斗富士に敗れており、2009年、11月場所の春馬富士以来昭和以降4回目となる新大関の初日に初顔に敗れた記録となった。この日には、豪栄道、照ノ富士も相次いで敗れており、初日に3大関全員に土がついたのは1978年、9月場所以来の、 三重の海、朝日国、高野花以来。2017年8月2日の夏巡業と山場所では、体調不良で稽古土俵に上がらなかったものの、19日の札幌場所では、西木木と時間の関係で、ストップがかかるまで、計16番の3番稽古を行った。前日は、大野章と相撲を取るなど横綱、大関陣でただ一人、連日の稽古。 自分はやらないとダメになる。どんな状況でもやらないと、巡業の生活リズムが悪くなると当然のように、話した。支度部屋でも、高野岩らとキャッチボールに興じて、汗かきますね。力が有り余っている様子だった。9月場所は、初日白星。しかし2日目の玉鷲戦で、玉鷲の激しい突き押しに防戦一方となり、半身になって、 右足一本で土俵に残ろうとした際右太ももを痛めた。高安は負けて礼を行おうと土俵に戻ったがすでにこの時は足を引きずっており、その後シャイスで相撲診療所へ向かった。その後、高安は右大体金軍損傷の診断書を相撲協会に提出して、休場3日目の北都富士戦は不戦敗。秋巡業を全休した高安は、 その間に治療と並行してトレーニングを行った。ギプスが外れて松葉杖えなしで歩けるようになったのは10月上旬。10月31日、福岡県大野城市の田子の裏部屋の九州場所稽古場で、木瀬の里と稽古を行い、一生10敗と木瀬の里の復調を印象づける結果となった。大関3場所目で、いきなり角番となった高安田が、 気楽にやる。切羽詰まってやると、自分の相撲が取り切れない。今場所がダメなら、来場所、という気持ちでやるといい。今後はで稽古も見据えて調整していく方針を示した。歩けるようになった時期が遅いだけに、場所前の相撲雑誌の記事では11月場所での活躍の可能性は薄いと見られていた。11月場所は初の角番だったが3日目の大野商戦で、 相手が足を滑らせる、幸運な白星を収めたこともあって11日目に勝ち越しを決める。しかし12日目の取り組みで負傷。13日目から右内転筋筋損傷で3週間程度の過量を要するとの診断書を提出して休場した。13日目の合衛動線は不戦敗。タゴの裏によると先、場所と同じところを痛めた。歩くことはできるものの、 相撲を取るのは厳しい。最後まで出て欲しかったが、ここで怪我が長引いて悪化したらいけないと判断したという。大関としての進化が問われる2018年、1月場所は7日目まで4勝3敗と、前半もたついたものの、残りをすべて勝って12勝3敗と、自信初となる大関での2桁白星を果たすと、同時に2差だが優勝時点を記録。続く3月場所は、 初日から連敗してしまうも、その後12日目まで連勝し、2敗で優勝争い。しかし12日目に、千代丸に敗れ連勝がストップ。優勝を逃してしまう。しかし、その後は再び連勝し、千秋楽は取り直しとなった一番で、横綱、角竜を倒し、12勝3敗で2場所連続の優勝時点を記録した。 4月3日の春巡業境場所では3番稽古で、阿炎、正代、関脇、三宅海と、経営12番取って11勝。5月場所は、初日より、左上腕三角筋部分断裂で、約3週間の安静と過量を要するとの診断書と、共に休場を届け出た。2度目の角番で迎えた7月場所は、立ち合いの馬力が戻っておらず序盤で黒星を喫し、12日目に、 勝ち越し、9勝6敗で終えた。8月31日に行われた、横綱審議委員会の稽古総研は腰痛などで回避したが、9月2日の時津風部屋への出稽古では、部屋の豊山、同じくで稽古に来ていた朝野山と相撲を合計19番取り、14勝した。高安本人は、稽古には8分目くらいでしょうとコメントした。9月場所では、初日から7連勝。 8日目に、正代に敗れて、初黒星も、9日目に勝ち越し。10日目には、同じ一敗の豪英道に勝利したものの、翌日前勝の白鵬に敗れて2敗に交代。その後11勝まで星を伸ばしたが14日目、千秋楽と連敗して、優勝とはならなかった。11月場所は7日目までに2敗を喫するもその後は、順調に星を伸ばしていき、10日目に勝ち越し。 12日目に2桁勝利を挙げる。14日目には1敗の高継賞に逆転で、勝利し2敗で並ぶ。先週楽、高継賞がすでに13勝目を挙げ、自身が勝利すれば決定戦となったが、長い相撲の末に、救い投げで、三嶽海に敗れて、またしても優勝を逃してしまう。それでも、自身最多体の12勝3敗で場所を終えた。二千十九年一月場所は、 9日目を終えて4勝5敗であったが終盤巻き返し9勝6敗。場所後の2月10日に行われた大相撲トーナメントで初優勝した。決勝戦で吉風を寄り切った高安は優勝賞金250万円の使い道について体に投資しますとコメントした。3月場所は3日目に黒星も安定した相撲内容で9日目に勝ち越し。 その後、横綱、各竜からしか白星を挙げれず失速したものの、二場所ぶりの2桁白星となる実勝後入れ場所を終えた。先秋落に腰を痛めたため、途中から参加する運びとなった。4月18日の春巡業は立場所では、土地王山と3番稽古を行い、5勝4敗と、あまり調子が上がらなかった。26日の大梅場所では、 一の城との3番稽古で7勝1敗と調子を上げた。ところが5月6日の横綱審議委員会の稽古総研では白鵬を除く3役以上の力士との申し合いで5勝11敗と不調が伝えられた。5月場所は初日にあっけなく敗れると6日目までに平幕に対して3敗。7日目から4連勝するが12日目に5敗目を喫したことによって 優勝争いから完全に脱落したが、13日目には、優勝争いのトップに立っている各竜を破り、先週楽ではすでに大関復帰を決めていた土地の心を、相手得意の4つで破るなど意地を見せたが、結局2桁白星には届かない9勝6敗で、場所を得ることとなった。7月場所は2日目に早々黒星も、その後6連勝。だが8日目の玉足戦で押し倒し、 7勝目を挙げた際に玉足の小手投げで左肘を負傷、腕をかばいながら土俵を降りた。勝ち越しのかかった9日目の正代戦はサポーターをつけて対戦したが土俵際の突き落としに敗れる。翌10日目の明生戦は左をほとんど使わずに右腕から攻め続け、寄り切って8勝2敗と勝ち越した。しかし、左肘の怪我は思わしくなく、 11日目の横綱、白宝線は、左肘関節内側側副人体断裂で、約1ヶ月の休養、過量を要する見込みで、途中休場。これにより、昭和以降では、初めて4、大関が全員休場するという異常事態となる。場所後の夏巡業は全休した。次の9月場所前になっても左肘は回復しない、ためにも稽古ができず、当場所は、 初日から全休を表明する。2019年10月28日、演歌歌手の森子の実と婚約したことが明らかになった。二人は2016年2月の NHK 福祉大相撲で初めて会い、2017年5月にタゴの裏部屋の夏場所選集落パーティーで森が細川隆史と共に招待され再会。同学年ということもあり意気投合し、ほどなく、 交際が始まり、2019年夏に高安がプロポーズしたとのこと。ところが11月2日の佐渡ヶ岳部屋で行われた二所の席一門の連合稽古で、竜電ら平幕三人に、計27番で13勝14敗と不調が伝えられた。怪我をしている左肘をかばう相撲から一門の理事の柴田山に自分の形で稽古しないと場所中も中途半端になる。 今更肘が怖いなんて言っていられないと告表された。三度目の角番として迎えた十一月場所は、七日目、終了時点で三勝四敗の黒星先行と、制裁を書いていた。そして、中日には、大相撲史上初の幕内土俵入りを済ませた後、支度部屋での準備運動中に、腰痛の悪化を訴えて、突如休場を発表し、宝富士戦は、不戦敗となった。 土俵入りへ参加の後、いきなり休場が発表されたために、客席は大きくざわついたという。その後は、再出場しないことを宣言し、大関で2場所連続負け越ししたために、来場所は、関分けの地位へ陥落が決定した。大関在位場所数は15場所であり、現時点では、バルトと並んで、歴代10位体の短命大関である。場所後の11月27日、 12月1日から開始される冬巡業を初日から休場することが相撲業界から公表された。2020年1月8日に小車部屋で行われた二所の関一門連合稽古では、関取集で最多の番数となる19番を取り、相撲解説者の北野藤勝明も思ったよりいい。あれだけ番数をこなせる。吹っ切れていたと復活を予感した。 2020年1月場所、10勝すれば、大関に特例復帰できるという状況の中、初日から制裁を書き黒星先行が続く。そして9日目の宝富士戦で6敗目を喫死してしまい、1場所での大関特例復帰は消滅した。この場所は6勝9敗で終え、来場所は平幕へ陥落することとなった。二月九日の第十四回日本大相撲トーナメントでは二年。 連続2回目の優勝を果たし、好調を示した。28日に、堺市の小車部屋大阪場所稽古場で行われた、二所の関一門連合稽古では、高継章と10番3番相撲を行い、7勝3敗。しかし、3月場所は、初日から4連敗し、4日目の閣流戦で左足を負傷したため5日目から境界に、左大退に頭筋損傷。 半剣様筋損傷、半幕用筋損傷で約4週間程度の安静化量の必要見込みとの診断書を提出して途中休場となった。東前頭13枚目として迎えた7月場所は初日にことの若に敗れるなど不安な滑り出しであったが11日目から先週落まで5連勝で終え10勝5敗と2桁勝利となった。また6日目には 元大関の照ノ富士と対戦し、勝利している。この場所を優勝することとなった照ノ富士に、平幕力士で唯一黒星をつけ、存在感を示した。2020年8月6日、森子のみと7月中旬に入籍していたことが、公表された。森子のみは、同時点で妊娠4ヶ月であり、2021年2月に、出産予定であると伝えられた。当の高安は、 男の子だったら、お相撲さんに、女の子だったら、演歌歌手に、どっちかなと誕生を心待ちにしている様子を見せた。東前頭6枚目として迎えた秋場所では、中日の時点で6勝2敗と、優勝争いのトップに並んでいた。しかし、9日目から、校長の若隆景、大野章、章代に立て続けに敗れ、優勝争いから脱落。 しかし12日目からは4連勝とし、2場所連続の10勝5敗となった。2020年10月22日の合同稽古では、三宅海らと14番取って10勝4敗。稽古後、7月に第一子が誕生する予定である中、まだまだ引退するつもりはないですし、相撲を頑張って、物心がついた時にいい姿を見せられるように、まだまだ頑張らないとと語った。 11月場所は帰り三役、西小結びとして迎え、8勝7敗で終えた。2020年12月18日に、両国国技館内の相撲教習所で行われた合同稽古では、立ち合いで左右にこだわらずに当たるなど、様々なことを試し、関脇三竹海、小結照ノ藤士らを相手に13勝2敗と充実の内容を披露した。千二十一年の目標として、 初優勝と大関復帰を掲げた。2021年1月場所は、東小結の番付で9勝6敗で終えた。2021年2月17日、第一子となる長女が誕生。先場所同様、東小結で迎えた2021年3月場所は、初日は明生に敗れるも、その後9連勝し、10日目時点で後続と2差をつけていた。しかし、11日目には、 不調の大関、正代に敗れ、2敗に交代。さらに13日目以降は3連敗を喫し、最終的には10勝5敗で場所を終えた。先週落、勝てば、関東賞受賞という条件がついていたが、壁山に敗れたため、関東賞は受賞できなかった。東関分けとなった5月場所は、中日時点で6勝2敗であったが、照ノ富士や高景勝に敗れ、 優勝争いから脱落。それでも14日目には10勝目を挙げて、2場所を連続2桁勝利を挙げた。ちなみにその場所は12日目に不戦勝で勝ち越して、インタビューを受けたが、その白帽子は、朝の山の不祥事によるものであった。7月場所は、成績次第で9月場所での大関復帰もあり得る状況であったが、場所直前の7月1日の稽古後に、急性腰痛症となり、 場所を休場することが決定。その時点では、9月場所での大関復帰は絶望しされたが、3日目から出場した。場所中、兄弟子の木瀬の里が、荒い部屋の新設を控える中で、部屋で入門当初から行っていた木瀬の里との稽古について、1万番以上はやっているんじゃないですかねと、振り返り、部屋を離れる木瀬の里を惜しんだ。基本的に月押しを得意としており、 13代、ナルトからは入門当初より当たってひたすら突っ張れと教え込まれた。一方で左四つからの寄り身も強みである。刺し手の返しが多少甘くても胸を合わせて体力で押し込む場合が多い。前述のように上、手びねりも得意としており、投げは左四つになれば上手からでも下手からでも,らでも出る。攻めが速いので出足が鈍い力士には相性が良い。 大志のブは2014年3月場所前の座談会で足腰が硬い印象はあるけどそこを分かった上で相撲を取っている印象と体質と取り口の兼ね合いについてこう評価していた。豪栄道との対戦成績は19勝11敗と大きく勝ち越しており2013年7月場所に初黒星を喫するまで豪栄道には初顔から6連勝していた。 足腰は硬いが状態は柔らかく、ナルトは2016年11月場所前の座談会で、ちょっと力が上に抜けてやりづらい相手でしたね。突っ張っても力が上に逃げてしまうというか、他の力士にないものを持っていますね、と高安の体質について、現役時代の取り組みの感想と共に話している。2016年11月場所前には、左四つ一本の力士になろうと決めたが、 実際に左四つ中心の相撲を試して負け越した、ため諦めている。叩きもうまく、無理して攻める相手にはいなして、タイミングよく落とすことが多い。2017年7月場所前のコラムでは前の海が、夏場所の高安は、叩きが多かったことで、やや批判的な声もありますが、自分はあまり悪い印象はないですね。高安の叩きは苦し紛れではなく、 馬力で圧倒しておいての引き技なので危なげがないです。それだけ馬力、押し込みが強いとも言えます。相撲は押して勝つ、寄って勝つですが、バランスの崩し合いなんです。例えば叩き込みだけで8番勝ったとすれば、それは妄想の力士の芸なんですよと評価している。大関候補に名乗りを上げてから、本人は突っ張ってから展開する相撲が合っていると考えるが、 実際は突っ張りだけで勝負が決まることも増えている。強烈な、勝ち上げや、月、押しを軸に、大関の地位を手に入れたが、昇進直後の記事では、これまでやってきた自分のスタイルを強化していくと、力強く言い切った。2017年9月場所前の座談会では、西岩が、コンスタントに二桁白星を上げるには、状態が伸び上がるような、勝ち上げはやめた方がいいと思います。 勝ち上げはいいと思うんですよ。ただ、膝を曲げてもっと低い体勢から行ってもらいたいと、話している。一方で、腰高で、脇が甘いので、主勢に回ると脆く、特に刺身のうまい相手には、苦労しており、諸差しからの速攻を得意とする土地王山は大の、苦手で、対戦成績は8勝20敗と大きく負け越している。また、軌道型の力士も、苦手としており、稽古場では、 兄弟子の高志の山を苦手としていた。2017年5月場所前の時点では、稽古場で、稽瀬の里と3番稽古を行うと5分近い割合で、勝ち、時には、勝ち越す日もある。大関昇進直前の時期になると立ち合いでもたついて、主勢に回ってもうまさで勝つことが増え、2017年5月場所12日目の宝富士戦などは、左ベタを取られかけ、とっさに、 右から上手で振り回し、たわらを前に一瞬二人が横並びになったところで懸命に右上手投げを決めた。2017年7月場所後の座談会ではしころ山が状態が起きた勝ち上げなのでみんなが覚えてきたら中に簡単に入れます。土地王山戦もそうですし、そっくり返って勝ち上げるので中に入りやすいです。もっとも体を丸くして前傾姿勢で勝ち上げていけば、 また別な高安を見ることができると思いますと前頭を暗示つつ助言を行っており、さらに叩きが増えたことも指摘している。大野松も同調するかのように突っ張りが減ったことを指摘している。2017年8月10日の日立場所では白鵬から左の使い方を工夫するようにとアドバイスを受けている。2017年9月場所前の黒姫山のコラムでは、 高安は、木勢の里と違って、左を刺して十分ではない。左四つになって右上でを取って、初めて十分な体勢になる。勝ち上げから突き放して、相手を起こし、左四つに組み止めるという攻めを、もう一度、磨き直してほしいと言われている。2018年、1月場所後の記事では、藤島から、立ち合いの体当たりからの馬力はすごいが、 上を狙うには違う立ち合いも身につけることだと意見されている。四つになるとひねりを含めて器用さを見せるがたまにその器用さが裏目に出て敗戦を喫することがあり、鉱山がその点を指摘している。実際に2017年3月場所などは前裁きに頼った四つ身の相撲を取ったことが裏目に出て11日目から3連敗しており、大野松は場所後の座段階で、 高安に対して終盤戦は相手を見るようになり、そして裁く、守りの相撲でした。何をやっているんだという感じの相撲になりました。もっと突っ張って攻めるべきですと注文をつけている。とはいえ器用さが白星を生むことも事実であり、実際に2017年5月場所5日目の遠藤戦などは、下から両手で当てがって起こそうとしたが、起こしきれないと判断すると、 相撲内容を瞬時に変更、前に出ていた圧力を利用しながら、左を差し、回しを取って、胸を合わせる相撲で寄り切った。メンタルが強い印象を持たれることがあり、雷などが2017年3月場所前の座談会で、あの大一番でむしろ楽しんでいる印象すらある。表情を見ていても、硬くなっている感じは全くしないと話している。星取表に現れる特徴としては、 序盤ので遅れが目立つ。大関昇進に近づくにつれて体重が増えた影響なのか、2017年7月場所後の武蔵川のコラムではスタミナ不足を指摘されるようになり、そのコラムでは13日目の白宝戦なんて途中から息が切れてるんだもの。どこかの幕下力士かと思ったよと告評された。 2018年1月場所では相手を受けてからどうにかする相撲に終始し、やはりスタミナ不足により、長期戦で疲れて、相撲が雑になることで星を落とした。2019年5月場所中の7代高子の論評では、当たりの強さがなくなって、最初から左四つになろうと、棒立ちの立ち合いをしていると評されている。7代高子は、同年、 11月場所中にも威力に欠けた差しに行くような立ち合いを指摘しており、球場明けによる勝負感の衰えについて触れていた。11月場所後、15代武蔵川は勝ち上げの際に腰が反ることにより、相手の体重が自分にかかってしまうこと、体がしぼんでいることなどを指摘した。2020年1月場所の7代高砂の分析によると、 はられて、すぐにカットなり相手に応戦してしまい四つを、見けなかったところが、短命大関に終わった理由とされる。2020年9月場所頃になると大関に上がり、横綱も期待された頃の馬力相撲は影を潜め、ふわっとした、様子見の立ち合いから左を刺すのか右の上手を、取りたいのかわからない動きをする半端相撲に、甘んじるようになった。2020年は、 相撲の遅さが目立ち、この年後場所すべて幕内に在位していた29人を対象に日韓スポーツが算出した一番あたりの平均取組時間は1位の15秒6。2021年3月場所中、八角理事長は校長の要因としてどっしりとした踏み込みからの出足、右の押っつけを上げた。場所後に武蔵川から、 相手の動きに合わせて取っているだけで自ら攻めないこと、ここ一番でチャンスをものにできず、メンタルが弱いことを指摘された。2021年7月場所終了現在2021年7月場所終了現在、ありがとうございます。